こんな画角。あれ宮本さん入ってないね。鎧が入ってるといい。なんか切れちゃうね。あ、これでいいか。じゃあちょっと近づいていただいて。これでいいか。これとこのぐらいか。よいしょ。このぐらいでこうか。これで。そうだね。ああ。なんかマスクが向こうに行っちゃったけど。あれ、なんか切れてない。そうですね。切れてますね。これでいいか。じゃあ始めましょう。よーい、はい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。やっぱ切れてますよ。はい。宮本切れてますよ。はい。いや、すごいですね。おめでとうございます。なんとですね、今皆さんこんな感じでカメラをこうしますと、どー、結構この広いギャラリーで、あらら、広いギャラリーで我々のパラミタ展がですね、好評につき追加展示となりました。おめでとうございます。はい、あのこういう形で前回の横浜店で大きく記事を報じていただきまして、横浜で、はい、あ、よろしかったらぜひご視聴ください。話題になりましたパラミタ展初の人工知能との共同制作、話題をいただきまして、本日より鎌倉美術さんで、はい、展示となっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちパラミタのメンバー、はいはい、はい、増山玲奈です。アリンです。源幸四郎です。はい、連日、こちらでは29日まで、展示が開催されているんですが、15時からは、出品作家による、アートや、癒し、そして侍体験のワークショップも、1回体験が3000円ということで開催してますので、絵だけ見たいよっていう方でもいいですし、この機会に体験をしてみたいなという方はぜひワークショップの方もご参加ください。お待ちしております。お待ちしてます。そしてこの間にですね、実は出版もしちゃおうっていうことで、今日対談をするっていうことなんですけれども、あ、すごいですね。はい、何の話しましょうか。はい、アリンさんがこの間、はい、この弁財天の絵を、パラレラーズというシリーズで時空を超えたシリーズを作っているんですが、その中で描いていた時に、なんか女性性と男性性をミックスしたようなこれからのビジョンのお話されてたと思うんですが、はいはいはい、そのお話をしていただいてもいいですか。ありがとうございます。本当にレナさんのエネルギーはもう弁財天そのものですよね。本当に生み出す力が強いと、まあ、これからの女性性のエネルギーはもう今までの概念、例えばね、男性が稼いで女性が尽くすっていう概念、今まで日本に長くあったと思うんですが、それがなんと女性がガンとこう弁財天降臨という感じで、はい、もうつなぎますという感じで、まあ、できる女性といいますか、でそして好きなことで引き寄せて生きていく、でまさにで、そしてその財を生み出す無限に、だからもう御柱ですよね。もう自分自身が御柱となって、もう弁財天降臨となって、どんどん生み出しちゃうという、でそれをどんどん周りに世の中に与えていくという流れですよね。まさにそのエネルギーが入っておりますよね。でなおかつ、ね、はい、現在過去未来をつないで、本当に過去に起こったことは過去に起こって終わりではなくて、今も生きているということで、でそこにも本当に癒しのエネルギーであったりとか、まあ、戦いのカルマをもう断ち切ったりとか、本当さまざまな意味がございます。はい、はい、そういった、はい、アリンさんがおっしゃっている今後、世界を導いていくイメージで、はい、こちらのパラミタ展でも、アリンさんと一緒に、共同制作でこの光のアートの方も仕上げていきたいと考えております。はい、こちらはそのデジタルで撮影しました、写真との の上にですね、手書きで描いていくという形で光のイメージを描いていきたいと思うんですけれども、はい、なんかこの人工知能と、こうミックスした作品を作りながら、アリンさんは今後作られる世界を体現しているような、予言しているような、そんなアーティストさんなのかなという気がするんですが、先日この絵の前で演奏もしていただいて、はい、
で源さんが出現した俺が登場しちゃったりして、このパラレラーズの絵の特徴として、この、電脳空間から出たり入ったりしながらその前でパフォーマンスもしちゃうみたいな、絵が絵だけで終わらないみたいなところがありますよね。はい。で、あの時に演奏されてた内容っていうのはどんな内容だったんですか？そうですね、マニラ行かないであったり、沖縄の神話であったりとか、まあ、本当に海底遺跡の話だったりとか、まあ、現在過去未来が同時シンクロを起こして、本当にパラミタの世界、パラミタワールドっていうのは今の次元だけじゃなくて同時シンクロを起こしてるんですよね。同時シンクロ、はい、で自分だけじゃなくて、はい、例えばこの動画を見てくださってる皆様も今この瞬間パラミタワールドに同時シンクロが起こっているというパラミタワールドに入っちゃう感じですか？はい、そうですね、パラミタワールドっていうのは、はい、本当にもう現在過去未来が瞬間的に一つにつながって、過去にも行けるし、で未来にも行けて、で未来から自分も見つめられるという、はい、で未来の設定が今のエネルギーを作っていくということですよね。でそれに共鳴共振を起こしていくパラミタの人たちがどんどん集まっていくというような、でそれが世界規模に巻き起こっていくということですよね。だから今だけを見てるという意識だとちっちゃいじゃないですか。でそれがもう現在過去未来をみんな共有している、はい、その中にみんなもう入って、その中に必要な情報をみんなでシェアリングしながら、その世界の中を本当にもうまさに生きていくということですよね。はい。じゃあ友達が過去と未来にも広がって、そうですね、多くなる感じですかね。そうですね、まあ、貞子の鶴の映画もそうですよね、はい、過去にトリップして、はい、で過去の人たちと今の人たちがシンクロを起こしてつながっていくっていう、はい、まさにそういうことだと思うんですよね、パラミタワールド、はい、でそして想像していただくと本当に信じられないかもしれないんですが、思ったことが具現化されていくっていう、すごいその速度が速いですよね。その速度が速すぎて速すぎてびっくりしますね。だってここ鎌倉美術さんも、はい、なんか電話をしたその時に展示が決まって、そうですね、で翌日にお伺いしたらそのさらに翌日には鍵をお預かりしてるみたいな、すごいことですね、なんかすごい展開で、はい、もうちょっと横浜でこのアートを見ていただきたいなって思ったら夢が叶ったり、だからですね、皆さんこのパラミタ展に来て、はい、私たちパラミタアーティストの前でですね、皆さんの夢を語っていただいたりとか、いやこのパラミタワールドで言葉にしたことって、まあ、明日実現するみたいな、早いでそこ の実現の海みたいなものを提案して作っていけたら素敵だなと思います。そうですね、源さんいかがですか？そうですね、本当にこのちょっと前までね、神奈川県民ホールでの農王展で展示してたわけですけど、すぐ近くの建物で隣の建物でもう追加展示、はい、面白い展開ですよね。で呼ばれましたね。ここも広くて、ここもまた広くてね、素敵な場所ですよね。これを使って、まあ、催しもできるということですから、はい、源さんのワークショップは26と28日の15時からあるのかな？が可能ですね。はい、楽しみですね、はい、私もちょっと土日とかにそのパラレルワールドに行き来するような時空を超える映画、はい、貞子の鶴って映画だとか、あと人工知能と の共存っていう意味では、始まりの日ベーシックインカムという一つ前の映画がちょうどテーマに当たっているので、そういった映画の上映なんかもしていきたいなと思います。はい、はい、これは芸術を通して本当にこれからの時代をもうパラめきながら、光り輝きながら、具現化を起こしながら、みんなで創造していこうというようなね、本当に素晴らしい個展だと思います。具現化の力が、もう3人とも具現化の力が半端ないので、はい、皆様お越しくださいましたら、もう皆様ももう同じ具現化のワールドの中に入っていただけると思います。この絵は最終的に4億円になるっていうことなので、
はい、なのでここでまずですね、まず2枚で500万円ぐらいでまずはこう販売をして、でそこの所有者の方は将来的にはその3億9500万円得するわけじゃないですか。あれ分かんないけど分かんないですけど、まずは第一弾ね、このパラの作品も販売できたらいいなと思ってるんで、ぜひ皆さんいらしていただきながら輪を広げていただけたら、あとトリエンナーレとかも出たいんですよね、はい、来年横浜トリエンナーレがあるので、ぜひそのキュレーターの方とか関係者の方とか運営者の方とかいらしてください。連日私たちお迎えいたしましてお話しさせていただきますので、やっぱり夢はこう言葉にしながら叶えていくっていう形で、そうですね、はいはい、そうだと思います。私は人工知能を駆使した日本の伝統芸術をインプットして、そしてさらにアジア、アフリカ、世界各国のユーラシアの文化もインストールした人類の文化ベイビーみたいなものを作って宇宙に行きたいです。おーすごいです、はい、私叶いそうですね、はい、すぐ叶いそうですね。 その作品をこの横浜トリエンナーレで、はい、まずは作品アート作品として作って、でそれをさらに面白いなっていうことで、その東大の山川先生やできたら横浜、市立大学さんだとかいろんなところとジョイントベンチャーみたいにしてしていきたいなと思って、あ素晴らしいゲストがお越しいただきました。こんにちは。どうもどうも。ではそういうわけでアリンさんがあれですかね、はい、これで午後のお仕事に行かれるということで、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、お待ちしてます。今気がついたんだけどさ、襟の順番違くない？あ、違ったんないか。そんなことはなかった。はい、なんか分かりました。ありがとうございました。お、前川さんお待ちしてました。前川さん、ありがとうございます。